リーリーのガールフレンド、ディクシーじゃないの？やんな。これで違うかったらちょっと問題。前回ワールド1をサクッとクリアして、今回ワールド2の溶岩クロコジャンプの方からやっていきたいと思います。出たこいつ。あうわ、あうわ、あうわ、あうわ。なんだこいつ。あー、いたな。マグマに中にいるからな。こいつ確かこれで、あれ？口開けるんじゃなかったっけ？意外とあいつおとなしい。あ、出た、こいつ好きやった俺。だってこれでぶち殺して、好きやけどぶち殺す。じゃあ、赤が口開けおるんや。そう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 。で、これで殺す。殺すことしか頭にない。で、ジャンプ、ジャンプ。ほい。大丈夫、大丈夫。もう全然簡単じゃん。はい、ジャンプ、ジャンプ。ああ！腹立ってしゃあなしさ、僕。もう世の中の全てに腹立ってしゃあない。はい、砕け散れ。くたばれ。このゲーム、子供の頃やってた時は俺こんなに短気じゃなかった。大人になるってやだなって思うもん、ほんまに。昔はこんなことで俺は、イライラしなかった。子供の時の僕は。子供の時の僕はもっと心が広かったもん。ずっと少年のままでいたかった。でもなんかバナナコイン無限に稼げてない？大丈夫これ。一瞬でも迷ったら死。なんかマジ、引けば老いるぞ、起きせば死ぬぞって感じ。なんかもうこれずっと倒しっぱでええやん。倒しっぱでよかったんやん。まあ、同じとこに降りることもできん。あ、スパイディや。こいつ何だったっけ？あ、そうか、足場作れるんや。あ、ダメなんだ。死んだ、あ、死んだわ。帰らぬ人になった、あいつ。出番少なすぎ、あいつ。もう5秒ぐらいしか出番なかったぞ、あいつ。ポーン、ポーン、ポーン、ポーン。これでまあ殺せってことな。あ、なるほど、これあれなんや。その再度入力すればそこで固まるんや。なるほどな。これはお便利じゃん。なんかこれ無限打ちしながらもう進んでいく。これがもう安牌。もう無限に連打しながら俺進んでるだけ。もうわざわざこのワニなんか使う必要ない。雲に乗れんだったらワニなんか乗る必要ねえじゃん。いや、こいつちゃんと全ての足にスニーカー履いてるのかも。ちゃんとジョーダン履いてるやん。こんだけジョーダン揃えんのだいぶ金かかんの。殺せ殺せ。オッケーオッケー。ボーナスボーナス。シャバダダバダバダバッタダー。シャバダダバッツダ。うん、シャバダダバダバダバッタダー。うん、シャバダダバッツダバダバー。うん、シャバダダバッツダバダバー。うん、シャバダダバダバダー。うん、シャバダダバッツダバダバー。落ち着いてやろう。もう、喋らんと。喋らんとやろう。もう。喋ったら終わりやん、こんなん。だから、こう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 、はい、こうですよ。もう喋らんかったら余裕やねん。あ、雲さらばよ。雲は犠牲になったのだ。はい、これでゴール。おい、バナナコイン10枚に急に増えたぞ。スワンキーのクイズショーまだあるやん。絶対なんか分かりっこないこと急に聞いてきたよな。緊張なさっていませんか？もっと尻尾の力を抜いたらリラックス。まあお手軽から言っとこうか。10枚あるし。今あなたがいるこのワールドの名前は？ああ、ちょっとわからん。クロコドームじゃなかったっけ？はい。ディーディーのガールフレンド。ディクシーじゃないの？やんな。これで違うかったらちょっと問題。違うかったらちょっと問題もんね。みんなの風船を取るとライフは2つじゃある。2つやろ。オッケー。帰るわ。クラッパーの見張り小屋。あー、あったな、これ。おらおら、よく聞け、クソザルが。喧嘩は強いが、お金に弱い、地獄から来た挑戦ボマン。それがこの俺、クラッパ様なのじゃ。コイン、コイン、クレームコインが大好きなんじゃ。ここを通って、ロストワールド行きたいんなら、俺様にクレームコインつけ、分けていく、これ、ロストワールドってクソムズの裏面のことやねんな。モンキーバージョンぶち込んでやろう。あかんねんて。ロストワールド別にやらんでいいよな。出たー！タルタル鉱山だー！ここその例の神曲マップな。ここマジでもう天才やと思う、この曲考えた人。行こう。結構むずいよな。一周聞こうか。なんならここで。これがゲーム史に残ると言われてる神曲、タルタル鉱山ですね。
今んとこのフレーズやばいやろ。フレーズがエモすぎんねんな。よし、そろそろ行くか。まだあるんやけどな。紙フレーズあるんやけど。とりあえずまあ、進めんかったら、あれやから全然話がす、なんでやねん。あ、ゲームオーバーの曲まで違う。聞けてよかったな。そのために死んだから俺。オーケーオーケー。Okay, トントン。で、向こうになんか、あ、ボーナス。行ってよかった。なんか今すごい音遅れてなかった。大丈夫。まあキャラクター切り替えながら進めって話やん。全部ノリで言ってたけど。おい、帰ってきた。あ、出た！いたな、そういや、こんな。踏んでさえしまえばクソ雑魚やねんな、あいつ。巨乳のワニ。TNT。あ、ハゼロー。はい、ハゼロー。爆殺な。爆殺していくスタイル。なんて残酷なゲームなんだ。はい、トン、トン。いける。何？トン。ああ！はい、消し飛べ。消え去れクリリンのように。はい、消え去れクリリンのように、なんでだよ。くたばれ！なに、あ、行ったわ。オッケーオッケー。範囲がひれ。ちょ、やばいやばい、ちょ。オッケーオッケー。だいぶ掛け合ったけど。これは踏めない。確か鉄の玉踏めない。あ、しもたかもしれん、これ。あいつに投げつけて殺すべきやったな。何やってんだ。はい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 。引けば老いるぞ、起きせば死ぬぞ。ここですね。はい、ここです。タイミングゲ。はい、ここ。はい、ここ。なんだったっけ、こいつ。え、この野郎、じゃあ、いい。ああ危ない。あ、ちゃんとロープに伝って移動してんねや、こいつ。律儀すぎるやろ、それは。何？ちょ、お前、それはないわ。それはない。ああ、危なかった。ちょっとあいつ焦んね、ほんまに。でもちゃんと樽の上まで来ないから。さすがにそんな鬼畜ではない。二面から急にライダーだったもん。これよう俺昔やってたよな。あれ俺しか入られへんやつや。ちょっと言っとくか。何やったん？いける。行くしかない。いよいよ。焦るんじゃないぞ。焦ったら終わり。引けば老いるぞ、起きせば死ぬぞ。あ、行くとはんな。さっきここでやられたけど、大丈夫大丈夫。こいつ言い過ぎだろ。前回、親玉やったから。あらしゃい！過去いいですね。ミーの飛行機乗ると、もう過去いいはずです。なんだ、過去に行くってこと？いいわ、そういうの。俺って過去振り返らない男やから。24時間営業、お前やめとけって。安直に24時間営業にしたらやばいぞ。灼熱ダイビング。やばそう。うわ！やばい。あー、やと思ったもん。終わりやん。なんでお前は大丈夫やねん。チューチューじゃないやろ。なんこいつ。なんだこいつ。やばいやばい。どれぐらい持つかわからんから。こういうのマジ怖いね、こういうの。どれぐらい持つかわからんやつ。もうとにかく急ぐしかない。はい。行って、行って、やけど、だいぶここ取り逃し多いな。まあ、しょうがない、それは。ああ、怖い。もう、運もやつ、掘り込んでくるから、水の中に。なんだよ、ここ泣いちゃったじゃん、男子。もうおい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 、行って。データハリセンボン。あいつの顔よ。え、僕今日で首っすかって顔しとったの。いけいけいけ。大丈夫大丈夫。やから、おらんって魚。どこにおんねん。ブレッブレッって死ねん。おーい
なんか繊細な操作を要求されて危ない。オッケーオッケー。な、これはクソ。バコーンバコーン誘導してたけど。あー、バナナになっちまった前か。うわ、熱気球ライドや。覚えてる覚えてる、ここ。ちょっとセーブいっとくか。ワールド2のボスな、ちょっと俺攻略法とか一切聞かずに行きたいんだな。あえてそこはどんなやつやったか覚えてんねん。見た目はすごい印象に残るから覚えてんねんけど、攻略方法とか見ちゃったらもうダメだよ。熱気球ライド行くか。ここめっちゃむずいな。なんかそんな記憶がある。こいつ何、なんか色違いよ。せや、これで進むんやん。だけど一回進み出すと落ちちゃうから気をつけなはれやってやつな。なんか渦巻きところに行ったら高度が上がるんや。これライノ取って、ライノやったか忘れたけどな。サイでもいけるよね。重い重い、でも重い。クソも、やっぱサイ乗ってるとこれ早く沈んじゃうんだ。めちゃくちゃあれやな、それは細かいネタやん。でもこれあれやな、ギリギリここでこうやってが長いやつや。やった。それかもうあえてあいつを潰そうとする必要なかったんな。だからもうそのまま直で行ったらよかったんや。だからなんなんこいつ、落ち着け、もっと足場悪いねんから。ポーンポーンポーンパ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 ーン。オッケー、いいよいいよいいよ。仇は取った。別の世界線の俺たちの仇は取った。あれ、ここまでか。やっと中間や。残機増えねえな。完全にこれやったな。登ってくんな登ってくんな。オッケーオッケー。完全に投げる相手間違えた。あー、トンボ。なんじゃこりゃ。どないせい言うてます、これ。一人犠牲になるしかなくない、もう。とりあえず先を見る、先を見る。もうとりあえずもう先を見るって。これどうすんねん。持ってかなあかんかったんか。樽を。この樽を。ああ、もう何してくれてんねん、てめえ。もう片方が犠牲になるしかない、これ。行って行って。これわざわざ持ち上げる必要なかったんじゃん。せや、持ち上げる必要ねえやつじゃん。で、これで、はぜる。で、俺はバナナコインだけを取る。DD やったらいける。こいつなんなん、あいつ、もがき苦しみながら押していったな。飛んで飛んで、はい、飛んで。で、ここ飛んで、乗って。うわうわぁ、めんどくさいことになった、これ。ギリギリを攻めろ、ギリギリを攻めろ。オッケーオッケー、もうマジギリギリ。マジでギリギリの人生。なぁ、マジでやばくねえすか、ここ。ここで、ここで、ここで、ここで一回、ここで一回、一回巻き返す。ここって俺来たっけ、一回。これ初めてじゃない、ここ。なんか初めてな気する、ここ。限界まで下がらなあかん、これ。ね、巻き戻し機能という便利なものがありますけどね、僕は使いませんよ、そんなものは。そんなものはだって甘えながらですよ、皆さん。甘えていて世界を変えることができますか。いいえ、世界を変えることはできないです。甘えているだけじゃ世界は何も変わらないんですよ。
自分の力で困難を突破してこそ、やはりゲームというものはやりがいを感じられる、そういうものじゃないでしょうか。僕はそう思います。だから僕は決して巻き戻し機能なんてものは使いません。だって僕はゲームが好きだから、ゲームというものを愛しているからです。皆様にもこの気持ちはずっと忘れず持っていっていただきたいなと思っております。よし、もうクリアやろ。さすがにノー言うて、さすがにもうクリアやろ。頼む。うわー、オッケー、いった。まだボスじゃねえ鉱山や、また。オッケー、まあボスも多分結構苦戦すると思うんだよね、このステージは。結構きつかったかな。まあ次回ってことにするか。まあワンワールドワン動画はさすがに不可能やと思うんで、まあ、今後の難易度考えるとね。だけど今回ここまで、今回最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。だけど See you next time! バイバイ。次回まだ進みに来てな。ほな。